なんか自民党の甘利明氏のツイートでの発言が大炎上してるみたい。甘利明氏はアメリカ大統領選に関し次のように述べてるんだよ。甘利明、バイデン氏の大勝が報じられているにもかかわらず、トランプ大統領は敗北を認めません。連邦法は選挙人投票日を12月の第2水曜日の後の最初の月曜日と規定しているので、大統領副大統領への選挙人投票は12月14日となります。敗北した候補の最高の演説は敗北宣言演説と言われています。そうあってほしい。この発言、日本の政治家としてありえなくない？だってアメリカ大統領選はまだ終わってないし、トランプ大統領は今も正義を掲げ戦ってるんだよ。それなのに、バイデン氏の大勝が報じられているにもかかわらず、トランプ大統領は敗北を認めません。だからね。この人、偏ったメディアの報道のみを信じてるの？なんでネットの真実に目を向けないの？ほんと衝撃の発言だよね。ネットでも、報じられていることが正しいと。マスコミに選挙結果を決する権限も能力もありませんよ。不見識にも程がある。バッジを外すべき。これが日本の国会議員のレベルです。小学生以下。え？開いた口が塞がらない。あまり先生、国会議員を辞職してください。アメリカ合衆国の民主主義を愚弄しますかい？あまりにも世間ずれしていますよ。国会議員なら少しは実態把握せんかい。あまり先生、選挙の結果って報道機関が決めるんですか？風が読めてない。トランプ現大統領に敗北を認めるとおっしゃっているのでしょうかい？アメリカの大統領選挙の動向をご存知ありませんかい？それともご存知の上でのご発言ですかい？などなど批判の声が巻き起こってる状態。みんなが言っているように、アメリカ大統領選の結果はメディアが決めることではない。それなのに甘利氏はバイデン氏の大勝が報じられているにもかかわらず、だからね。甘利氏は情報弱者なの？ネットの世界に目を向ければ、日米のメディアが全く報じない、メディアにとって都合の悪い真実が山ほど流れてるんだよ。トランプ支持者の大規模集会に関しても、日米のメディアは全く報じないでしょ。そういうことなんだよ。そもそも日本の政治家、しかも上層部の方がメディアの情報だけを鵜呑みにし、トランプ大統領に敗北を認めさせようとするのはいかがなものかとしか思えないよ。甘利氏には心底がっかりだよ。話にならない。